戦の最終日、無事終了しました。本当にこの選挙戦7日間、たくさんの方たちに回答に来ていただいたり、さまざまな支援いただいて、本当に最後まで走り切ることができました。多くの皆さんにお越しいただいて本当にありがとうございます。市議会議員候補の洞口です。私は今回の選挙で杉並から戦争を止めよう、この上りを作って杉並中で訴えてきた選挙戦でした。はい、杉並の選挙が本当に歴史の分岐点、戦争を止めるかどうかだと思います。洞口さんの勝利、勝ち取りましょう。この杉並から戦争を止めよう、私がこのスローガンに込めた意味、意義、それは私が4年間貫いてきたことを一言で言うと、この杉並から戦争を止めようということに、まあ、尽きるかなというふうに思っています。沖縄から戦争反対で共に戦うぞ。私は戦争の問題、これは決して国政だけの課題ではないと思っているからです。資本主義倒そう。実際に今岸田政権が軍事費を2倍にして、もう本当に歴史的な大軍拡をして、人々の暮らし、生活はどんどん切り捨てて、ミサイルとか軍艦には莫大な税金を投入する。そしてその一方で労働者の賃金は全く上がらない、年金もカットされる、もう働いても働いても全く明日が見えない、未来を奪われている、そういう人たちが本当にこの社会に対して、政治に対して声を上げられる社会を作りたい。選挙に勝って洞口さんと共に社会を変えましょう。私はそういう思いでこの杉並から戦争を止めよう、若者、女性、働く人たちの力で社会を根本から変えよう、私はそのことをぜひ皆さんに訴えたいし、それは選挙が終わってからも私は皆さんと一緒に戦っていきたい、その内容でもあります。この腐り切った社会を変えよう、私たちにはできる。戦争に生かされるのは労働者であり、そして次の未来を担う子どもたち、若者たちじゃないですか。今杉並区がやってる自衛隊募集業務、この選挙戦の過程でも本当に多くの人たちから驚きと怒りの声寄せられました。反戦反核の声を杉並から一緒に上げましょう。今自衛隊がどんどん減っている、そしてそういう中で麻生太郎が先日、戦える自衛隊にしなきゃいけない、そのようなことを、まあ、明け透けに語ったわけです。そうやって自衛隊がどんどん減ってって、で自衛隊をどんどん戦争のできる軍隊にしようとしている。戦争絶対反対は広島の大事な理念です。洞口さんと共に戦います。そういう時代の中で自治体が15歳、18歳、21歳の若者たちの情報を自衛隊に差し出している、生活が苦しい、もうお金に余裕がない、そういう人たちの現実につけ込んで、そういう現実を作り出した張本人たちが今度はその若者たちを、労働者家族を戦場に送ろうとしている、そういうことに今自治体が協力している。洞口さんと一緒に戦います。応援よろしくお願いします。自治体がこの目の前で始まろうとしている戦争に反対を貫けるかどうかってことが、戦争を止める本当に大きな問題だと思うんです。労働者が国境を越えて団結して、この社会を日々動かしている、職場からあらゆる職場、電車も教育現場も医療現場も福祉の現場も、全部全てのこの社会を動かしている労働者が職場で戦って、生産を止めるストライキに立ち上がったら、本当にこの社会を根本から変えることができるし、戦争だって止めることができる。杉並の、日本の、世界中の労働者、一緒に戦争を止めましょう。そして自衛隊の募集業務、自治体が協力する、こんなことは絶対にやめさせなければいけません。この問題、全国でも今問題になっている、このこと大焦点にして、一緒にこの自衛隊募集業務、
直ちにやめさせようじゃないですか。それが杉並から戦争を止めよう。労働者を戦争に協力させない。労働者を戦争に動員させない。自治体が戦争協力を拒否する。そういうことを実現できるような運動を私は作っていきたい。だから2期目に送り出してほしい、勝たせてほしい、私に決めてほしいと思います。洞口朋子への一票は、一票一票がスト権投票です。一緒に戦いましょう。最後に訴えたいこと、それは本当に今この世界で日々社会を成り立たせている、回している、動かしている労働者が社会の主人公だということです。社会の主人公になるべきだ。私はそう思います。今働いている人たち4割が非正規ですよ。杉並区の自治体で言えば1年雇用の非正規公務員が2500人もいて、そのうちの9割が女性労働者です。今岸田は何て言ってるか、異次元の少子化対策だなんだの言って、結局そういうふうに労働者が生活をしていくことも生きていくことも、そして子供を産み育てることもできない、そういう社会を作ってきた連中が戦争の時代になったら、子供を産めば奨学金チャラにしますよとか、子供を産めばこういう支援をしますよ、冗談じゃない、こんな社会作ったの一体誰なんだよって。トライさん、一緒に頑張りましょう。私は本当にこの社会を変えていきたい。そしてこの目の前で始まろうとしている戦争を止めたい。そういう思いで若者や女性が政治に対して声を上げられる社会を作りたい。一緒にこの政治を変えていこう。私は議会の中ではたった一人かもしれない。でもそれでも絶対反対を貫く一人がいれば、私はその議会の内外の壁をぶっ壊して、そしてこの社会を変える大きな運動を作っていく。洞口さん絶対勝利、最終日も戦い抜きます。だって真実は議会にはないんです。日常の中にある皆さんの労働現場、皆さんの職場の中に、大学のキャンパスの中に真実がある。私はこれを変えていく、この現実を変えていくために皆さんと共に戦っていきます。ぜひ皆さん、洞口朋子をよろしくお願いいたします。4年前もこの最終日はこの西荻窪駅北口をお借りしまして街頭演説やったんですけれども、なんと4年前の最終日に来てくれて忠告派なんですよね。ぜひちょっと主張聞きたいです。来てくれた、その場で来てくれた女性で、最後まで聞いてくれて前回入れますって言ってくれた女性に4年ぶりに再会することができたんです。はい、あの本当にね、あの感動的な出会いが本当にいくつもあって、海鮮右翼の妨害に負けずに頑張ってきてよかったなと思いました。本当に本当にたくさんの方たちの応援で借りることができました。本当に今日はたくさん反応があって、期日前で入れたよとか、あなたに決めたよとか、家族で応援してるよとか、今日もたくさん激励をいただきました。洞口さん大丈夫でしょう、洞口さん楽勝でしょうとかって言われるんですけども、大激戦です。明日の投票日、ぜひ洞口朋子に決めてください。2期目の挑戦、ぜひ洞口朋子応援してください。連日にわたる電子チャンネル特別編、洞口2期目挑戦編、ご覧いただきありがとうございました。全身チャンネル、これからもどうぞよろしくお願いします。一緒に戦いましょう。一緒に戦おう、楽しいよ。戦う方大生は洞口さんを支持してます。革命派の議員を南へ共に戦おう。大台王子の洞口さんを杉並区議会へ。神奈川からも洞口朋子さんを応援してます。よろしくお願いします。洞口さんと共に労働者学生の力で社会を変えましょう。投票よろしくお願いします。戦う労働運動、蘇らせよ。民衆と共に戦う洞口さんを再建させましょう。サランヘヨンデンファイティン、愛してる、チキチキ。洞口朋子、杉並区議会議員、絶対に、再選勝ち取りたいというふうに思っています。死ぬ気で頑張ります。洞口の訴えは労働者の皆さんに届いたと思います。次回全身チャンネルは必ず勝利報告会です。